万能自動車は、千葉県阿鼻子市に本社を置く、東武鉄道系列の朝日自動車グループに属する、乗り合いバス、貸切バス事業者。阿鼻子市及び、柏市内で、一般路線バス事業を営むほか、阿鼻子市民バス、阿鼻バスの運行住宅も行う。東武鉄道グループのバス事業者1949年、当時の印ン郡元の村、国村、 宗方村と当時の国鉄の駅を接続すべく設立。その後、1958年に東武鉄道の参加に入った。運行エリアは年を追うごとに西側にシフトしており、現在では、印西市では撤退しており、主に、阿鼻子市、柏市の西となっている。路線バスのほか特定バス事業として、天皇台駅 NEC 阿鼻子事業所管のメールバス、 アビコ駅電力中央研究所間の職員輸送のチャーターバスを運行している。2003年に東武鉄道グループのバス事業者の再編、株式移管が行われ、同グループのバスタクシー事業者である朝日自動車が地方バス事業者の統括事業者となり、万堂自動車は同社の統括する朝日自動車グループ運行事業者の一つに位置づけられるようになった。 バス共通カードは従来導入していなかったが、阿ビコ市の女性により2009年3月7日より、パスモが導入された。系統番号も一切導入されていなかったが、柏駅発着系統では2016年4月11日より、北柏駅発着系統とふさ駅発着系統では2017年5月15日より、系統番号の使用を開始した。他の路線については、現在も、 系統番号は使用されていない。柏駅東口発着系統においては、柏祭り開催日には、駅ロータリーに入らず臨時バス停発着となるため、柏系統ではなく、祭り系統として運行される。また、柏駅東口発着系統は、休日日中に限り歩行者天国実施のため、柏駅入口発着としていたが2013年1月20日より、 柏駅東口発着となっている。なお、歩行者天国中の柏駅東口発については、三三通り経由にて運行される。1949年11月、地元により、元の村、国村、村方村と国鉄成田線の木下駅を接続すべく設立され、損営バス的要素が強い形で、同年12月より路線の運行を開始した。 創業当時の区間は、木下駅、小林駅瀬戸京成桜駅、国鉄桜駅、及び、木下駅竜福寺大台巡る岩戸である。前者の区間は全く新しいものであるが、後者の区間はもともと京成電鉄が1943年に、買収により路線免許を有していたものを引き継いでいる。1958年2月に、東武鉄道の参加となり、東武が運行していた。 日野下駅阿鼻子駅間を引き継ぎ、さらに西の国立田中療養所まで延長を行った。こうして1962年までに下標の路線が整備された。これ以降、バンドは営業の主体が阿鼻子市側に移っていき、隣接する東武鉄道バスとの路線の調整を何度も行うこととなる。1968年に東阿鼻子に阿鼻子営業所を新設した。 これに伴い、木下営業所は木下出張所となった。翌年の1969年には、小北駅南側に、小北大団地ができ、同駅からの循環バスの運行を開始した。さらに1970年4月には路線を延長し、小北駅阿倍子駅入口東阿倍子車庫という路線となり、小北大団地と阿倍子駅がつながった。1969年には、 柏駅西口、船時戸が開通している。従来は、阿ビコから田中川に至る路線しかなかったが、この線の開通により、柏駅方面にも手を広げるようになった。坂東が以上のような状況だった中、東武鉄道の阿ビコへのバスはといえば、堺自動車時代から引き継いだ、柏駅阿ビコ駅線を1936年の買収後も引き続き運行していた。 1968年には、東武により、阿鼻子駅マイナスな水川岩井手賀線が開通したが、わずか3年で廃止となっている。東武鉄道の阿鼻子市におけるバスは、以上の2線だけである。1971年4月20日に常磐線各駅停車と、営団地下鉄千代田線が、相互乗り入れを開始し、綾瀬駅阿鼻子駅間が複々線として、使用開始されたと同時に、 天皇台駅が開業した。これにより、上の方の電車は快速となり、柏駅、阿鼻子駅周辺が通勤圏として急速に注目され始めた。坂東が天皇台駅に乗り入れることにより、上磐線へのアクセスが飛躍的に便利になった。このような経緯により、1971年頃までに坂東は阿鼻子市内のバス営業を ほぼ独占的に行うようになり、また、同市内にて重点的に運行することがしばらく続くこととなる。前節までのバス路線網の拡張は、柏安美湖,湖北紀の下という、どちらかといえば、国道6号及び国道356号に沿ったものであった。昭和50年代になると、これとは全く独立した地域にも路線が新設されるようになる。まず、 1978年に柏駅東口大津が丘団地線の運行が始まる。柏駅東口は1955年前後に新京成電鉄が少数便乗り入れていたことを除けば東武鉄道が独占的に路線を巡らせていたが、この路線の新設で2社の乗り入れとなった。このことは後に東武鉄道のバス路線の再編で、 柏駅東口発着路線のいくつかが移管される、布石となった。その後、1986年に、草駅南口、スポーツセンター前線の開通、及び、つくしや循環線の三井団地への経路延長、1987年の、北柏駅時計大柏病院線、及び、天皇台駅北口川村学園女子大学線の開通と、 ローカル路線が様々な場所に新設されていった。これらの路線はいずれも運行頻度が高く、同社の路線網は同業他社と同じように鉄道並行輸送から鉄道垂直輸送へと変化していった。旧印材出張所バス路線阿ビコ営業所が受け持つ阿ビコ市湘南町の路線が急速に発展したのに比べて、東側の木下出張所の受け持つ路線はほとんど発展しなかった。 これらの路線は中央部にて千葉ニュータウンが造成されることが決まり、当初の計画では住宅が多数作られるはずだったため新路線ができる可能性もあった。ところが、その後、ニュータウンそのものが計画縮小となり、また計画変更後の造成もあまり早くは進まなかった。また、成田線が増発されていったことで、アビコキネカンの投資、運行といった、 長距離輸送の需要も少なくなってきた。結局、坂東は同地域のバス路線を整理することとなった。まず昭和末期に戸から鎌刈りから円ン間が廃止された。桜線についても乗客があまりなかったため、平成諸島に京成桜駅 JR 桜駅間の廃止が先んじて行われ、残りの木下駅京成桜駅、瀬戸三塚区竜福寺、 中野大陸号小学校、飯野入り口、小半層も1994年3月に廃止された。このうち中野大付近においては、付近に学校がなかったため小学生の通学のための路線バスが必要だったが、平成諸島に平賀学園台ができ、平賀小学校も開校したことで状況が一変した。平賀小学校のできる少し前に、 京成支水駅からの京成電鉄による路線が新たに運行されたことで役目を終えた。桜線、印在出張所廃止後の木下駅付近の路線桜線の廃止に伴い、木下出張所と木下駅停留所は廃止され、残存する、雨水線のための代替停留所として、国道上に木下駅入口停留所が設けられた。雨水線は、 唯一残った東闇小車庫担当となった。ただし木下から西側は木下駅入り口、雨水線については、インバルマより南側については、乗客が比較的多くらッシを中心に折り返し便も運行されていたが、1997年に廃止された。これに伴い、出入古線道前の木下駅入り口、ふさ木南口線も廃止され、 同社の東端は、不再気南口となった。なお、平成諸島に、北総鉄道印材牧野原駅の開業、日本以下大学千葉北総病院の開業もあったため、これらを経由する便も開通した。木下を出て、印材牧野原駅に寄っただけでなくその後国道に、入り、印馬、村、役場、日本医大千葉北総病院を経由してから、鎌刈付近の新道を通って、 渡辺商店で合流するという複雑なルートだった。このルートは一往復しか運行されず、利便性にはほとんど寄与していなかった。このルートは、雨水線の廃止により、1997年に廃止されている。なお、岩インバ中学校間は、東洋バスも走っていたが、東洋バスの路線も1999年に廃止されている。1998年4月1日に、 桜交通による薄い駅淡田大団地線と大西交通による薄い駅印材牧の原駅線が運行開始された。その後、印場日本伊代駅の開業に伴い、印場村が地村のコミュニティバスとして同駅を発着するバス路線を整備し、現在では坂東が運行していた頃と似たような路線網になっている。坂東は、阿弥陀市、柏市、 湘南町に路線を拡張していったが、その後は東部との路線再編がいくつか行われた。まず最初に行われたのが三井団地における路線の再編である。三井団地は柏市伏新町にあり、東端は阿鼻子市との市境である。全域が柏市ということで、まず1976年に東部鉄道が柏駅西口、 北柏駅三井団地を運行を開始した。一方、伏瀬新町は、阿鼻子駅に持ちかかった。当初、坂東は、伏瀬新町に隣接するくじけ地区までの路線を運行していたが、数度の路線変更の後、1986年に三井団地停留所まで達した。結局、伏瀬新町地区から鉄道駅に出るには、阿鼻子駅の方が便利になった。一方、は、 柏駅西口から根戸を経由して、船時戸までの路線を有していたが、この区間は東武鉄道が頻繁にバスを運行しており、坂東としての独自区間が全くなかったため、必然性は高くなかった。以上の事情から、1998年4月1日に坂東は、安子駅北口三井団地線を、伏線新町全域まで延長し、増便を行った。これに伴い、 東武鉄道は、柏駅西口三井団地線と伏線について、存続こそしたものの、大幅な減便を行った。一方、船時戸方面については、全便を東武鉄道が運行することとし、坂東は柏駅西口、船時戸線の運行を取りやめた。変則的な路線交換と言えるが、これにより、坂東は、北柏駅入口、柏駅西口に路線を持たなく、なった。 当時の東武鉄道はバス路線について抜本的な改革を行っており、鉄道会社が運行していたバス路線は新設する東武バス及び運行4事業者に移管し、かつその移管する路線は東京に近く人口の多い地域に限定し、地方部については関連バス事業者に路線を移管することとした。東武バス及び運行4事業者は2003年に 設立されるが、2002年2月28日には、東武鉄道グループの貸切バス、専業会社キング観光バスが、貸切事業廃止の上、バンドと吸収合併し従業員を引き受けている。同年4月1日には、東武鉄道が運行していた柏駅東口、戸張線と北柏駅、パークシティモリア線がバンドに移管された。2003年に、バンドは、 東部グループのバス事業者である、朝日自動車に統括される朝日自動車グループの運行事業者と位置づけられ、現在に至る。入東法も参照それまで、アビコ市内のバス路線は、バンドウの独占状態であったが、アビコ市内のタクシー会社の入東法が、バンドウが運行していない、深夜帯に2006年9月より参入、同年10月には、日中帯にも参入し、 天王台駅川村学園、小北駅間で競合するようになった。なお、入湯法の深夜バスは2008年10月24日、一般路線バスについても2009年2月18日をもって運行を終了している。坂東では、夜間の運行は、駅発22時から23時台までであったが、これに対抗して2008年5月26日より、阿弥陀駅、 天皇大駅発23時の24時台が積極的に運行されるようになった。運賃の深夜上乗せはない。また、2008年10月1日より、柏駅東口大津が、岡団地間でも23時から24時発のバスが運行されるようになった。合わせて、柏駅入口バス停が、休日用柏駅入口バス停側に移動し、 平日の柏駅東口発電便のルートが渋滞の多い旧三戸街道経由から柏郵便局経由に変更された。その後、新たに2009年3月2日より NEC 日本電機前から湖北駅南口線が平日のみ運行開始された。阿鼻子営業所は JR 成田線東阿鼻子駅のやや西側にあり、東阿鼻子車庫が併設されている。 2007年、JR 常磐線電流線の北側に、芝崎車庫が設置された。主に中型、小型車の大白に使用され、青山方面、市民バスの基地として機能している。前日の通り、漢字数字2桁の系統番号以外は案内されない。坂東にはもともと、阿弥陀駅、木下駅線があったが、ふさスポーツ線が開通した際に、ふさ消防署から分岐して、 ふさ駅南口に乗り入れるようになったのがこの線である。木下駅への乗り入れを取りやめた現在、ふさ駅南口は、万道の最東端の停留所となっている。開通当初は、阿鼻子駅からの直通が多く、1時間に1本程度あったが、小北阿鼻子線等と同様に阿鼻子小北、荒木、ふさというバスの利用は、ほとんどないため、天皇台駅、または、 東阿部湖車庫での折り返しが多い。並行する成田線の運行頻度より少ないため、独自区間の乗客は少なく、徐々に減便されている。現在、阿部湖駅発着の塞駅南口は廃止された。布73は、東阿部湖経由天皇台駅発着だったが2019年10月19日より、NEC 日本電機前、経由天皇台駅北口発着に変更。 坂道で最も東側を走る路線で、ふさ駅から荒木駅の間を成田線の南側に沿って走る。平和不動産による宅地開発路先行していたふさ駅南口、スポーツセンター前間が1986年10月1日に先に開通し、その後、荒木駅南側と地区画整理の進展に合わせて、荒木駅側に到達したのは2002年3月11日である。 また朝夕の2便、荒木駅南口、スポーツセンター前700メートルの営業路線もあったが2013年5月11日のダイヤ改正で消滅した。2017年5月15日のダイヤ改正で、ふさい南口発着路線に新たに、系統番号が割り振られた。安彦駅から東側に至る路線は、もともと安彦駅、木下駅を筆頭に、 阿鼻子駅湖北駅南口、阿鼻子駅ふさ駅西口といった東阿鼻子伊島に直通するものが比較的多くあった。しかし、現在は天皇台駅をまたいで乗車する乗客がほとんどなく、阿鼻子駅発着便はほとんどが東阿鼻子車庫で折り返しとなっている。阿鼻子駅入り口から波ミ間は市役所経由と第一小学校経由の2ルートがあった。 第一小学校経由は2011年に廃止された。阿鼻子駅からは貨マ鳥の博物館を経由して、天皇台駅に至る路線。高野山新田地区には、阿鼻子市町の博物館、手賀沼浸水広場、水の館といった施設があるが、従来バス路線がなかったことから利用者は、不便を囲っていた。このため、阿らの路線開設要請を受け、2007年8月から、 八の一部便を差し替える形で運行を開始した。土曜、休日の日中帯に、おおむね毎時一本運行されている。阿ビ子駅北口から、真北のつくしの地区に向かい、柏市と阿ビ子市の境の三井団地停留所、伏瀬新町地区を通り、柏市伏瀬の明の山公園入口まで至る路線である。つくしの付近については、阿ビ子ビレジを経由するものと、 つくしの入り口を経由するものがあるが、前者の方が本数が多い。この線はもともと、阿鼻子駅北東部のみを通る路線だったものが、幾度かの路線変更を経て、西側にシフトして、今に至っている。最初の路線は、開通年月日こそ不明であるが、阿鼻子駅から、とぶき一丁目、くじけ道を経由して、二階堂高校に至る線である。その後、 つくしの地区の町開きにより、二階堂高校線は、阿鼻子駅や木に出並木通りから、中央学院大学阿鼻子駅にルートを変更し、つくしや循環線となった。1976年には、伏新町の三井団地が町開きし、これは東部により、路線が運行された。当初は、柏駅西口と北柏駅の双方から路線が出ていた。 1986年3月1日に、津久市や巡環線を三井団地停留所まで延長された。巡環線の停留所を廃止せずに延長したため、南回りの津久市の入り口経由便と北回りの中央学院大学経由便の2ルートとなった。ただし、校舎の本数は非常に少なく後に廃止されている。1999年4月1日に、 阿鼻コ駅北口にはスターミナルが整備されたことに伴い、坂道の線は同ターミナルを始発とし、大部分の便が三井団地方面により短いルートとなる阿鼻コビ、レジ経由となった。三井団地よりさらに西の伏線新町地区を経由して、明けの山公園入り口停留所まで延長された。また、本数も5割増しになった。このルート延伸により東部の平行路線である。 柏駅西口伏線弁店、三井団地線は大幅に減便された。2014年8月にはさらに減便され、伏線弁店、三井団地駅ともに東部バスの路線は1日後、往復にとどまることになった。湖北駅という鉄道駅の目の前の団地であるが、JR 常磐線の駅まで足を伸ばす路線である。天皇台駅を死終点とするものと、東阿びこ車庫を発着するものがあるが、 実質的には、天皇台駅が始終点のようになっている。現在でも阿鼻子駅に至るものが存在するが、かなり少なくなった。湖北駅付近は、湖北大団地を一巡りする外回りと、短絡ルートを取る内回りとの2経路がある。外回りの方が乗客が多く、本数に圧倒的な差がある。月曜日から土曜日の内開行日の未運行、天皇台駅北口を発車し、 途中で上磐線と交差して河村学園に至る。大部分の便が河村学園での折り返し便である。朝や夜間は NEC 日本電機前止めの便が運行されるようになり、阿鼻子事業所の正門前で折り返す便もある。河村学園と NEC の事業所への通学、通勤需要が大きく、またその手前には新住宅も多数あるということで、 朝夕の運行本数が大変多い。北柏時計線は北柏駅と時計医大柏病院との間の運行で途中バス停は設置されていない。車庫時計線は東安彦車庫時計医大の通し運行で出庫担当が3便、入庫担当が2便、それぞれ設定されている。途中、安彦駅前の通りを通るものの同駅には乗り入れない。また、 東阿弥子車庫を発着する系統としては現在唯一となる第一小学校経由である。柏駅東口を発着するようになった最初の路線でほとんどの区間が国道16号線上にある。16号線を走るようになったのは旧道に東部が路線を有しており、これと乗客を分離するための措置というのもあるが、結果的には高速に走行することができるようになり、 利便性が高くなっている。2006年より、国土交通省千葉国道事務所、道路見える化計画により、16号線区間の停留所において、バス停車帯が整備されてきている。出入湖線は、東阿弥子車庫発着となり、湘南庁舎バス乗り継ぎ場、大津が丘団地経由で運行するが、運行本数は多くない上、入出湖車両の運用であるため、ダイヤが歪である。 大津が、岡団地発では、大津が、岡団地大津が、岡一丁目間は、初乗り区間で、整理券は不要だが、東安倍小車庫発のバスでは、途中区間になるため整理券を取らなくてはならないので、注意が必要。湘南庁舎バス乗り継ぎ場は、時間帯によって、庁舎構内乗り入れンと、日乗り入れンがある。東安倍小車庫大津が、岡団地間の折り返し便はない。とばり線は、 柏駅の真東の戸張に至る路線である。独自区間の道路が境いなのが特徴である。終点の戸張停留所は三差路上に設けられており、停留所を柏駅方から見て時計回りに展開し、折り返す。また、終点の一つ前、日体大柏高校入り口バス停と戸張は数十メートルしか離れていない。東武鉄道により1965年に開設されたが、 2002年4月1日より、バンドが引き継いで運行している。バンドに移管したことにより、バス共通カードが使用できなくなったが、その見返りとして運賃が値下げされた。なお、東部時代の戸張線は、系統番号が、柏21系統と付与されていたが引き継がれず、他の路線と同様に2016年4月11日までは、系統番号は案内されていなかった。 2003年10月1日に、柏ふるさと大橋の途中から、橋本の柏下地区へ下る市道が開通したことに、伴い、同年10月11日から、柏駅東口と、時計医大柏病院を結ぶ路線として開通した。柏下地区には、同病院のほかに、柏市民文化会館、柏市中央体育館、柏健康管理センター、柏保健センター、 柏市保健勤労会館、柏ふるさと公園等、公共施設が多数並んでいる。これらの施設に、市の中心駅である、柏駅から直接行けるようになった。2008年10月1日より往復とも、葉山経由から、東上町経由に変更となり、31、32、33、34のバス停として、上り方向のみだった桜台と東上町に下り、 方向のポールも新設された。2010年5月10日より、日中はこの系統を振り返る形で48、49に移行したが、現在は平日のみに縮小され、休日運行の49は40に統合された。朝の出庫便は、柏ふるさと公園入り口発の柏51が運行される。柏大津線、柏車庫線を参照バンドーバスの湖。 南大線の手賀の森ニュータウンにある奏車所は、東部の小野塚大線と共用。手賀大橋南側に位置する手賀の森プラザと、阿鼻子駅を結ぶ路線で、2005年7月1日に開通した。通称は、手賀の森線。阿鼻子駅を発着する系統では現在唯一の第一小学校経由である。手賀の森プラザ付近にはもともと東部が走っていたが、 この路線の開通時点では特に変化がなかった。2007年6月18日には、手賀の森ニュータウンまで延伸した。終点の手賀の森ニュータウンバス停は、東部バスの小野塚台バス停と隣接しており、東部の方は、柏駅東口発着である。この路線の開通により、八と重複する、市役所バス停は、上下両車線どちらの停留所にも、阿ビコ駅行きのバスが、発着することとなった。 また、並塚バス停は、市役所側のポールには停車せず、第一小学校側のポールにのみ停車する。2010年7月26日より、阿鼻子駅発23時の24時台が積極的に運行されるようになった。運賃の深夜上乗せはない。南青山巡観線は2006年2月に新設された。途中狭い道を通ることから、 小型のバスを使用していたが、開設以来住宅が増えず朝夕の一部時間帯を除いて、青山入り口イコール、南青山西の区間利用者が極端に少なく、境愛区間を通る青山西屋敷経由を2015年9月7日、廃止し、南青山西経由だけにして午前中は中型車を乗り入れ、午後からは小型車で運行するようになった。河村学園線。 山和団地線も参照湖北駅北口のロータリー整備事業の完成に伴い2013年5月11日に NEC 湖北線を NEC 日本電機前から天皇台駅北口まで延伸するとともに一部を草線と同じ経路に変更する形で道路線が新設された。車内番号は NEC 湖北線の46を引き継いだ。主に成田線を利用する。 NEC 通勤者やふさ線の岡戸坂上、角川商店前までの利用者の利便性向上を目的として開設され、同日よりふさ線も湖北駅北口へ乗り入れている。平日のみの運行で、かつては朝夕10便の運行であったが、ダイヤ改正ことに厳便され、現在は朝の天皇台駅方向2便のみの運行となり、夕方の湖北駅方向は廃止されている。川村学園線。 山和団地線を参照2010年5月10日より39、40の主に日中帯の便が柏市健康福祉センターまで延長され、途中に柏市民文化会館前バス停が新設された。2015年1月13日のダイヤ改正で、ウェルネス、柏業は平日の一部の便のみとなり、土休日はすべての便が時計医大柏病院泊まりとなり、 と休日のウェルネス、柏行は廃止された。柏樹慶線も参照、柏樹慶線を参照をあびこしから、コミュニティバスの運行委託を受け、荒木地区、並木、栄地区、大連、船戸地区、伏せ地区の4路線で、阿びこ市民バス、阿びバスを運行している。全線150円の均一料金で、パスも、スイカも使用できる。あびこ駅での乗り換えに限り、 乗り換え券が発行され、阿ビ湖駅に発着する各ルートが無料での、また4両線の他に、実証運行実験として2011年10月1日より、阿ビ湖駅北口発着のネドルートの運行を受託していたが、1年後の2012年9月30日をもって受託終了となり、以降は今井タクシーによる運行となった。その後2017年10月1日、 ネドルートの本格運行開始に伴い、今井タクシーから入島方へ移管された。アビバスの車両は専用デザインの小型車が使用されている。荒木地区市民バスの運行開始当初の車両は、日野、リエッセで一般路線車同様の都色のものを使用した。後に、並木境ルート、大連、船戸ルート開始に伴い三菱不走・エアロミディ ME が導入され、 同時に、荒木ルートの車両も、同車種に代替されている。2008年12月の伏せルート開業時には、日野、ポンチョが、専用車として導入され、荒木ルートにも導入された。手賀沼のうなぎをモチーフにしたアビコシ、マスコットキャラクター、手賀沼のうなきちさんが描かれている。車内番号付与前の廃止路線については、遠隔をご覧ください。廃止日は、当該ダイヤ改正日で表記。 最終運行は毎日運行の場合その前日となる。ふさ阿びこ線ふさ車ゃ線荒木スポーツセンター線車庫、阿鼻湖線天皇台阿鼻湖線こ北東阿鼻湖線こ北、阿鼻湖線柏入口車庫線柏入口大津線、北柏し森屋線南青山巡環線、天皇台欅通り線 NEC こ、北線柏ウェルネス線路線車は創業以来、日の自動車製の車両が主流であり、続に、 日野富士と呼ばれる日野のシャーシに富士重工のボディを乗せた車両が好んで導入されていたが2009年に全廃された。最後の導入は1996年式の KCHT に任。その2年後に富士重工は日野シャーシへのバスボディ仮装を取りやめている。なお、日野富士の中には地方の事業者へ上渡され、熊本バスなど2018年現在も、 現役の車両もある。熊本バスには同じくバンドから移籍した日の純正車大社も在籍し、独特なスタイルで存在感を発揮している。昭和の終わり頃までは後乗り、前振りが多かったが、後に前中日の車両が主力になり、着色ガラスのメトロ窓に中扉4枚折り戸という、同社独特のスタイルを持った車両が多く在籍していた。また、 関東地区のバス事業者の中で最初に冷房化100%を達成した。現在の車両は外観的には他社と似たような一般的な仕様の車両が多くなった。しかしながらその内訳は多種多彩であり、東部系列では珍しく、日野、イスズ、日産ディーゼル、三菱不走の国内4メーカーが揃っている。ボディ形状でも前面2枚窓のイスズキュービックノンステップ車など、 珍しい車両も在籍している。ド・トラックスがバス事業から撤退するまでは、大型車ではスペースランナーを主力都市継続して導入しており、その仕様とともに、頭部系列としては珍しい車種選択を行っている。カラーリングは、以前は頭部のキュート色に似た車体色であったが、ワンステップ車の導入を契機に、現在の塗装となった。 コミュニティバス専用の小型車については、アビコシ民バス、アビバスを参照。ありがとうございます。